こんにちは、つちのこです。マリオ VS ドンキーコング遊んでいきましょう。今日ね、体験版が発表されましたということで、僕ね、マリオドンキーは一回もやったことありません。あの DS 時代にね、ちょっと気になってはいたんですけれども、やってないということで、ちょっとどんな感じなんでしょうね。初見ですけれども、遊んでみたいと思います。一人で遊んで、カジュアルとクラシックがある。へえ、クラシックはゲームに慣れた人向きだって。まずはカジュアルからやっていきましょうか。さあ、ポーズメニューかステージセレクト画面からいつでも難しさを変更できるようです。やってみましょう。へえ、面白いな。そや、映画でドンキいい役だってね。ったく、面白い番組ないかな。何？ミニマリモ？バナナ？なんだこりゃ？ミニドンキないのかい？何の話してんだろうね。いいじゃん！あのマリオがこんな可愛くなって、こうしちゃなんねえぜ！バナナ食ってる場合じゃねえ！おもちゃ屋に直線！カプセルなの？え？あれ？物売るってレベルじゃねえぞ。あ、マリオのやつこんな豪邸に住んでやがんのか。マリオトイカンパニー、いつの間にかこんな儲けやがっていいっすねで、ドンキー視点、あのミニマリオで遊ぶっていうのは分かってんだが、何これ。いた突然出てきたマリオ。はい、ごめん、何するのか全く分かってない。ふう、はい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 。おお、なんかいいぞ。何これ、バネでジャンプ。はい、ボーイ、なんか手に入れたアイテムを持ち上げるんだ。はい、こうですか。ちょっと待って、ふい、イエーイ、二つ手に入れたぜ。こういうこと。はい、えいやこれで、これでいいんですか。ウィッシー、あ、僕のおもちゃがあるぞ。なんこれ、おお、おい何これ、敵も持ち上げれます。いいね。はい、ほんやろやられたやりました。ドンキーより先に見つけちゃったもんね。何これちょっと待って、お話が分かってない。これマリオなんで突然出てきた。おもろいじゃん。キノピオ隊長味がありますね。なにこれ、コントローラーをつないで2人プレイ。じゃあちょっと待って、カジュアルやめてみて難しさ変更してみよう。クラシックどうなるんだろう。さあ3やってみましょう。そんなに難しくなんの。どれどれ、大車輪ジャンプ。ちょっと待って、大丈夫かな。 A でぐるん移動してくるくるくる、 A OK、 こうね、ほう、あーなるほど、くるんくるん、上にはいけないと。ちょっと待って、くるんおすげえマジっすか。そして、はあはあはあ、なるほど、ふむ、こんな感じで行きつつ、これはなんだ、ほう、イエーイ、トゥルルーン、ヒヒヒヒ、なんか何が難しくなってんだろうね、いまいち分かってない。あれ、ああ取ってねえ、バカもう勝手に懐に入ってるもんだとばっかり思ってたんだけど、こういうことですね。こうですか、わかりません。よし、できたぜ。そして何これ、
ほう、あそこどうしたらいいの。あ、これ敵を持ち上げろってことだな、多分。ほいほいほい、できるんです。あ、なんかワンナップあるやん。あ、あ、こうか。はい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 、ピュンピュン。いいね。うん、おらおら、こっから上がってやるぜ。ピュン。いいね。できるんです。ほら。あ、やばい、ちょっと待って。あ、じゃあ、え、あ、マンマミア。あの、敵を持ち上げろってなかったっけ。あら、はい、待って、これこうしてと。よし、さあどうしようかの。これ上に乗んなきゃダメか、もしかして。こうしてと、なるほど。はいはい、あれ、あー、なるほどね。あー、うっそ。あ、ここ、こっから行けばいいだけやん。なんだ、できるんです。イエイ。上に乗っけていかなきゃいけないかと思ったけど、そうでもなかったな。よし、イエイ、ラッキー。あー、これ楽しみだな。ちょ、おもろいぞこれ。いいぞ、普通にクラシックで全然問題ないですね、多分ね。難しさちょっと上げていきましょう。で、ドンキー、どこ、ドンキー、なんなの。最初さ、ドンキーのお話かと思ってたんだけど、あの、僕本当に知らないんで。上に投げる、はあ、上に投げれる。もういいね。あ、で、これを持っていけと。はい、これを持っていくと何かいいことが。はい、ドン。上に持ってっても何もないじゃないか。でで、バー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 。あ、なるほど、ここで。なんだこれ、これどうしたらいいんだ。よくよく考えよう。ちょ、だんだん難しくなってくるぞこれ、多分。ここは、これは持っては下がれないと。ここ置いたらどう。これちょっと、でも、あ、これであれか、向こう側に行けばいいだけか。なんだ、あぶねえ。ふんふんふん、合ってるね。こうで、そんで、ここ、はい、あー、できた。よっしゃ、だんだん難解になってくんだろうなこれ。まず最初、うん、簡単じゃんって感じだけど、だんだん難しくなるぜ絶対。上 X ね、合ってる合ってる、できてる。さあ、ドゥルルル、邪魔だい。おな、怖。さあ、これが、はい、上にありましたと。オイルがあるよ、なにこれ。ふむ、あ、これもしかして。出た、出てて出てて出てて出て、楽しい、来たー、これ。これだったんですね、音。え、また撮ってる。いいね。おもろ。ハンマー取って、てってけてっ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 て、おい、ほら。乗り物にしてやったぜ。へいほう、イエイ、完璧だぜ。いくよん。さあ、おお、鍵開いた。これは行ってみましょう。なにこれ、はい、知らねえ。なにこれ、おい、レッツゴーガイズ。なにこれ。え、どうしたらいいの。ミニマリオトイパネルまで連れて行きましょう。え、なにこれ、どうしたらいいの。え、あ、こっち側行けんのか。おお、ぴょん、おお、上がってこれるの、君たち、おいで。
こいいね。はい、こっちおいで。来てる？よしよ。はいはいはい、おいで。かわいいね、君たち。あ、ちょ、ごめん、閉めちゃった。どうぞ。で、やりました。これは後半めちゃめちゃ難しくなりそうな予感はプンプンしますな、俺。みなぎってくるぜ。よし、だいぶ遊び方は分かりましたね。おお、来た来た来た、とうとう。なんこれ、さまざまな仕掛けが待ち受けるワールド。すげえ、ドンキーとも対決して、ほういるじゃん、ほう。ビームなんていう、なんという最新な。え、つぐてってけてって、いけてってけてっ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 て、いいね。あー、これおもろ。マジで前作やってなかったの悔やまれるな。いいぞこれ、僕大好きです、こういうパズル、パズルみたいなの大好きです。いいぞこれ。何あの飛んでる、飛んでる鍵。なんで鍵が飛んでんだ。ミニマリオを引き連れてレッツゴー。おお、これこれはなかなか難しそう。これ絶対炎に当たる。あの未来しか見えない。2人プレイで協力も。いいね、2人プレイ、2人プレイもやってみて。あのいがみ合い、いがみ合いじゃねえや、あのバトルもできるのかな、邪魔し合いみたいな。いやー、いいですね。マリオドンキーコング発売は2月16日ということで、僕もね、もちろんもう予約しておりますので、全力でね遊びたいと思いますということで、マリオ VS ドンキーコング体験版あったので遊んでみました。みんなもね気軽にできるので、ぜひね遊んでみて、面白かったらねぜひ買って一緒に進んでいきましょう。ということで2月16日から実況スタートします。よかったらまた次も見てください。それでは土の子でした。最後まで動画を見てくれてありがとう。おすすめ動画もよかったら見てね。チャンネル登録まだの人は登録もお願い。ゲーム以外の動画は実写チャンネルに投稿してるよ。遊びに来てね。